こんにちは、ごまおです。本日はですね資産報告ということで2020年10月版のねごまおの全資産を公開してどんな感じなのかっていうのを説明していきたいと思います。 この動画のコンセプトはですね、あなたのお金に関する不安を消したい、お金の知識、引き方、働き方を伝えたいというね、ごま,まの思いを込めています。資産運用歴は4年、資産運用額が1200万円ぐらいですね。で、米国株 ETF 中心のポートフォリオになっておりますので、ね、どんなポートフォリオかっていうのもお参考になると思います。この動画を見るべき方はこんな方ですね、人の資産を除いてみたい、投資方針の参考にしたい、コロナ禍での成績を確認したいという方ですね。ごまわの属性、簡単に申し上げておきますと、30代子供2人の えー、住宅ローン持ち中小企業社員ですね、えー、で2016年より投資を開始して、まあ、投資歴4年ぐらい、えー、米国株やってまして、まあ、基本的にはあの後輩当株ですねでイデコニーサを使ってましてあと仮想通貨投資もちょっとやってるっていうのね 今月からね、ちょっと仮想通貨の成績もちょっと載、えー、せるようにしました。今までのはちょっと仮想通貨の価格変動がちょっと大きくて、毎月ね、すごく資産総額がすごくずれちゃうっていうことがあったので、入れてなかったんですけど、まあ、最近なんかちょっとずつ安定しているような感じがするので、ちょっと仮想通貨のね、えー、資産額も含むっていうことで、まあ、全資産ということでお話しできでければと思います。はい ズバリですね、これです。2020年10月29日時点での小川の創出さんがこうなってます。合計が1900万円ぐらいですね、えー。内訳見てみると、現金がまず480万ぐらいあります、えー。米国株、ETF 個別株の、えー、投資額が948万円ぐらい。えー、で投資信託がね、えー、ちょっと口座が分かれてるんですね。SBI 証券の普通の特定口座で持ってるのが4万円分。えー、投資信託 SBI の1 事故で持ってるのが133万円分投資信託楽天証券で持ってる特定口座ですね。特定口座で持ってる分が30万円分ぐらいですね。で、仮想通貨が300万円分ぐらい持ってます。という話です。はい、ちょっと内訳見ていきましょうね。 えとまず、現金はねえまあ普通の現金なんでまあちょっと置いといて、米国株は ETF、個別株はこんな感じになってますということですね。ここを見れば分かるかな、SBI 証券で全部持ってるんですけど、これですね、保有資産評価額ですね、JPY 日本円だと948万円ぐらいというねことでね、トータルで見ると、資産の損益はまあプラス49万円ぐらいですね。だからまあ トータルでやっぱプラスになってて、まあ、いい感じということですね。まあ、内訳見ると、まあ、アップル株の、えっ、ー、とね、えー、利益がめちゃくちゃ大きいんですよね。アップル株だけで、えー、プラス51万円ぐらいになってるんで、まあ、ほぼこの利益じゃんみたいな感じですね。はいえー、むしろ、あれ、えーと、全体でプラス49万円なんで、えー、アップル株なかったら、マイナスですね、今ね。<laughs> アップルがすごく引っ張ってくれているというね。 非常に、えー、アップルよかったよ、買ってよかったなっていう感じですかね。えっ、ー、とまあ、買った時が44ドル、一株44ドルで、今108ドルなんで、えっ、ー、と単純に今 2. 何倍かになってるってことですね。えー、すごくね、えー、かったですね。買った時期が良かったですね。これはいつだろうな。 えー、2、3年前に買ったやつなんですけどね、まあ、IT 企業ね、どん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 今、上がってますよね。アップル、フェイスブック、グーグル、アマゾンあたりですね、あそこらへん持ってた人はあ、ラッキーって感じがしますよね。で、えっと、あと、個別株だと、あと PG ですね、プラクターギャンブルとか、えー、AT&T、えー、あとベライゾンとかね、持ってますね。 ですけどあとは ETF、高配当株の ETF ですね。HDV とか SPYD、あと VYM ですね。あと VTM はちょっとだけ、ね、2株だけですけど持ってますね。これが特定口座で持っているやつらって感じですね。で、ニーサ口座でも持ってまして、ニーサ口座だと、ね、配当金が、ねえー、と日本での課税がされないので、 え普通だったら20%取られちゃうところがね取られないってことで n i s で後配当株狙いのを結構持ってるんですけどこれも HDVSPYDVYM が後配当株ですね VT と VTI をちょっと持っててまあ一番最初 v t をを100株買ってみてえそこからね後配当株の魅力に気づいて切り替えたりしたんですけどね VTI ちょっとお試しで買ってみたりっていうのがそのまま持ってるって感じですねただあの後配当株は軒並みマイナスになっているというね非常に あのーまあ、こうやってシーザーをね、がいくらかなって見るときに見るとちょっとね、えー、残念ですけど、まあ、買うときにはとってはね、あのーまあや、今買えば安く買えると思えば、まあ、あのいいのかなっていう感じがしますね。えー、今が買い時っていう感じはごまわしてるので、結構いろいろ買ってます。NISA、はい、枠、今年で終わるので、あのーまあ、特定口座でこれからも HDV とかね、この間買いましたんですけど、今。 特定口座で HDV104 株持ってて、NISA で64、7株持ってるのかな。HDV、はい、HD v ちょっと不況に強そうなね、やっぱり最近のコロナ禍で、えー、不況に強そうな感じがすごく見えたので、これもちょっと割合、HDV、ね、の割合増やしていこうかなというふうに思ってます。ます、あ。一番 v y m もね、バランスがいいので、VIM を一番たくさん持ってます。 VIM はトータルでこっち、に差で300回持ってて、VIM は、えー、特定口座で156回も持ってるんでね、結構持ってますね。はい。はい時もたくさんもらえるという感じになってますで。続きまして、えー、投資信託の方ですね。特定口座、えー、預かり、SDI 証券でね、持ってる分です。特定口座預かりと、あとニーサ口座でもね、ちょっとだけ持ってます。あのー、ニーサ口座で ETF とか買ってると、ちょっとね、 あの枠が半端で残るときがあるんですよ、3016円分、に差枠が残ってますみたいなときがあるんで、そのときはね、あのその1円単位で買える投資信託を最後に買って、ちょっと帳尻合わせるみたいな使い方をしているにいますね。で、その時に日清外国株式インデックスファンドを買ってますね。これが今16万円分ぐらいあって、えー、プラス5万3000円ぐらいになっててね、これはいい感じですね。 特定講座でちょっとお試しで買って SBI バンガー a S&P 500インデックスファンドですね。これ、えっ、ー、と、いつだったかな。去年1年前ぐらいに販売された時にちょっと買ってみたんですよね。4万円分ぐらいね。買って、まあちょっとだけ今買ってるっていう感じです。で、続きまして投資信託 SBI 証券のイデコバージョンですね。イデコはあは結構もう4年ぐらいやってて、うんと、今133万5千、えー、まあプラス5万5千ぐらいのね。 利益が出ててるっていう状態ですね、えっと、今全部ね、E マキス,スリムシリーズの銘柄で積み立ててるんですが、まあ、S&P500 がちょっとマイナスになってますね。最近ね、この下の2つ、米国株式 S&P500 と新興国株式インデックスファンド、これね、これをちょっとだけ積み立ててみたんですけど、うん、ちょっとどうしようかなと思ってますね。今ちょっと迷ってます。ちょっと銘柄増やしてみたんですけど、まあなんか分かりにくいんで、イデコはもう先進国株、 一本にしようかなっていうのをちょっと今考えてますあのなんかその方がすっきりするっていうね、同じ銘柄楽天証券でもちょっと積み立ててましてそれだとうーんちょっと分散する うーんあのね、分散する意味で iDeCo でもちょっと買ってみようかなと思ったんですけどうんなんか整理する時にね分かりづらいっていうのも一番大きくてうんまあ iDeCo ね、あのー、ちょっと60歳まで引き出せないっていうのがあるのでちょっと使い勝手が違うので何とも言えないところなんですけどなんか僕的にはまあちょっともうちょっとスッキリさせたいポートフォリオをスッキリさせたいっていうのがあるんでここはもう1つ目の銘柄先進国株式に 統一しようかななんててちょっっと思ってます、まあ、同じ理由で、この SBI の方も、ちょっとここら辺整理してもいいかなと思ってますね、ここら辺ね。楽天証券、投資信託は楽天証券の方で、ちょっと集約した方がいいかなと思ってます。 楽天証券で買うとあの楽天カード払いができるので、あのその時点で、ね、1%の楽天ポイントの還元が得られるっていうのは、それがちょっとお得なので、それを今後、ね、メインでやっていくのもいいのかななんていうふうには思ってます。で、投資金額ね楽天証券の方を見てみましょう、えー、現在30万8千円分ぐらい持ってまして、まあ、トータルリターンはプラス1万2000円ぐらいですね。 で持ってる銘からは楽天 VTI と、のイーマキスリームの新興国株式と、イーマキスリームの米国株式ですね。はいえーまあ、こんな感じになってまして、この3銘柄ですね。こ,のーーね、えーまあ、これから、あのーまあ、もうちょっとおで積み立て額をちょっと増やして、月に5万円やっぱり積み立てていきたいななんていうふうには思ってますね。はい あとは、ね、自分のキャッシュとの兼ね合いで決めていけばという感じですけどねで、えっと。今月からちょっと仮想通貨の成績報告もちょっと加えていきたいと思うんですけども、これブロックホリオっていうアプリで管理してまして、まあ、いくつかの、ねあのー、仮想通貨取引所を使ってますので、そこをちょっと全部並べるとちょっと大変なので、これ1つに、ね、アプリでまとめられるのがあるので、えーまあ、その画面を見せています。えー、っと、まあ えと今一番持ってるのが BTC か、普通のビットコインってやつですね、一番有名な仮想通貨。で、あと、あのー、2016年に買ったんですけど、モナコインっていうね、えー、財布で買えたやつなんですけど、えー、それが、い、あのー、まあ、未だにちょっと持ってて、えー、4300モナ持ってるのかな。あこれがね、まあ、たまに利確してますけど、はい。 うん、なんか最近下がっちゃってて138円ぐらい。うん、この間、うん、2、3ヶ月前に200円ぐらいになってた時にちょっとだけ売れたんですけど、うん、そういう、そのぐらいの200円とか、もうちょっと戻ってくればまたちょっとずつ利格して、えー、まあ、その、ね、確定申告とかに合わせてね、あんまり利益が出すぎないようにちょ、ちょっとずつ利格するみたいな感じでして、ね、処分していこうかなっていう感じですね。 で、あと、バイナンス行為、ねあの。海外の取引所のバイナンスっていうところが出してトークンですね。えーまあ、ちょっとそのトークンとかね、えー、ちょっと詳しい説明はちょっとここでははびきますけど、また別の、ね、仮想通貨関連動画見ていただければと思います、えー。これもね、結構最近上がってたりしますね。結構、この時点では3200円ぐらいになってたね。ちょっと,ちょっとこれ上下動は激しいですけどね、価格のね。えーまあ、今、なんかデファイとかのね、 えー、なんかブームとかがちょっと前にあったので、その時にね、あのこのバイナンスとか使う方が多かったのかね、ここら辺、バイナスコインの値段が上がったりしましたね。の同じ理由でイーサリアムもね、えー、結構上がったりしてますね。一時期3万円台だったはずなんですけどね、えー、4万3千円とかまでいってますからね、えー、こういうのもまあちょっとだけ持ってるっていう感じですね。えーまあ、なんだかんだで、まあ、合計で300万ぐらい、これ、MM ってのはまあミリオンなんで、 300万円分ぐらいですね、えー、っていう感じでまあ割と主要な通貨しか持ってないあのね草コインとかも一応持ってるんですけど全然ね少量で価格もつかないんでまあここの画面に収まるぐらいのがまあメインっていう感じですかねえー、まあモナコインがちょっと特殊かなモナコインはもうそんなに持ってる人いないと思うんですねあんまり使い道もないしってまあそんなこと言ったらまあ数付か,かなか 今のところ、そんなに特に、ね、使い道もないので、こうやってなんか投資に使うとかぐらいしか多分できないんですけど、あまあ仮想通貨自体がね、今後まあ伸びるのはまあ確実でしょうっていう感じはしますから、あのーね、もっともっと使いやすくなってくるのはまだ先ですけど、まあ今のうちにちょっとだけ持っていくっていうところがいいんじゃないかなと思ってます。僕も BTC をまあ気が向いたときにちょっと積み立てるとかはしてますね、そんな程度ですけどね。 まあ、あんまりメインではないので、仮想通貨投資はね、えー。まあ、上がったらいいなぐらいの感じでね。まあ、ね、あんまり変なコインとか買わない限りは、まあ、そんなに下がらないでしょっていう、ね、楽観的なところはあります。ただ、まあ、余剰資金中の余剰資金で仮想通貨投資するっていう感覚ではありますね。えー、それができれば、まあ、楽しんでね、えー、こういうまあ新しい技術に触れながら、勉強しながら投資もできるっていう意味ではいいんじゃないかなっていうふうに思います。 でもう一回まとめるとこんな感じです。2020年10月29日時点では、まあ、1900万円ぐらいの資産になってました。まあ、仮想通貨合わせるとですけどね、まあ、ここら辺の,この300万円になってすぐ、ね、あの変動しちゃうんで、一気に280万円ぐらいになったりとか全然しますので、まあ、それ言ったら株も一緒ですけどね。 えー、ここら辺なんてね、うん、一時期1000万円とか超えてた時もあると思うんですけどまあ今こんな状態になってますからね、えー、まあ日々ここら辺は変わりゆくということで、えー、あんまりねここら辺のまあ プラスマイナス10%ぐらいの、ね、変動なんて、そんなに気にしてたらしょうがないっていう感じで、5万は生きておりますという話でした。えー、最後にちょっとポートフォリオをね、こんな感じでグラフで円グラフでまとめてみるとこんな感じになります。現金の割合は25%ですね。5、え、万、ーまあ、はまあ30代後半ということで、まあ、そこまで現金のポジションね、 えー、持たなななくててもいいかななんていかんううふうには思ってますうんただまあ子ど、まあ、子供2人いるのでね教育費として、えー、貯めている部分があるので、まあ、もしかしたらここの辺現金の比率もう今後ちょっとずつちょっとずつ上がってくるかもしれません。はい で、仮想通貨の割合はもうこれはもうあんまりコントロールできないって感じですね。なんか爆上げしちゃったらガンって上がるし、あの爆下げしたらまあ下がるしってことなんで、まあ、ここはあんまり気にしてないっていう感じですかね。えー、で、あとは投資信託の割合がちょっと低めかなっていう感じがしますね。ここら辺の投資信託の割合はもうちょっと増やしてもいいかなっていうふうには思ってます。インデックスファンドでね、は長期投資ですから、まあその長期投資の魅力もね、やっぱりわかってきてるので、 ここら辺のね、えーまあ、時間をかけて育てるっていう部分を増やしてもいいのかなって気はしてます。えー、今はなんせね、この米国株 ETF、あと v i m とかで高配当の魅力に取りつかれてますので、えー、いっぱい配当金が欲しい、とにかく配当金だみたいなね、えー、勢いでガン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 投資してたっていう、ね、事実がありますので、まあ、ここら辺をそろそろちょっとね、なんか抑えていこうかななんて、ある程度ね、配当金入ってくるようになって、ある程度満足した部分もちょっとあって、これがずっと続くみたいな。 今だったらまあ月に2万円ペースであの配慮金入るようになってきましたんで、えーまあ、できれば月5万とか欲しいけど、うん、でもまあここら辺はまあゆっくりゆっくり詰めちゃっていけばいずれ月5万とかはいけると思うので。 ね、それになってきたら、まあ、別にそこまでハイ金にこだわらずに、まあ、パフォーマンスのいい、ね、インデックスに投資していくのがいいのかなって気はしてるので、まあ、ここら辺も増やしていきたいななんていうふうには思っておりますというようなスタイルですかね、こんな感じでごまもやっております。で最後に SPI 証券で、ね、VIM とか後配当株の ETF を自動積み立てするっていう方法をお伝えしておこうと思います。ごまがね、え実際 この方法で、えー、VIM とか積み立ててるのでこれが一番、まあ、ベターな方法かなと思いますのご紹介しておきます。 えまず住み市 SBI ネット銀行でね SBI 証券と連携する銀行をまず開発しておいてそこで外貨積み立てを行います円をドルに変えますねこれで1ドルにつき2000の手数料でえ為替手数料でね業界最安でえドルを手に入れることができますでこの手に入れたドルを SBI 証券でね手数料無料で移動するとそこでドルを使って ETF を買うことができます SBI 証券の円でえ米国株買うこともできるんですけどもそうすると為替手数料がちょっと割増しで取られてしまうので一番安い ネット銀行で、えー、ドルを調達してからそのドルを使って SBI 証券で米国株を買うっていうのが一番いいと思いますで、購入手数料は0.45%かかってしまうんですけどこれは最安の値段ですねただニーサ口座で買うんだったら買い付け手数料は無料になりますということで5万はこれを使ってニーサ口座で,で買ってます、えー、主にですねまあ、特定口座でも買ってますけどね、えー、ニーサで、えー、溢れちゃった部分はね えー、でさらに自動定期買い付けが可能ということですね。毎週月曜日に一株買うとかもできますし、えー毎、毎営業日買うとかもできますあの。結構ね、フレキシブルに自分の買いたい量、買いたい、えー、日にち買いたいペースをね、設定できますので、ぜひ使ってみてください。まだ SBS 証券のね、講座解説まどの方は、このが動画の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見ていってください。はい。こんな感じで、ご万は100年健康に生きるためにっていう、ね、コンセプトでお金の知識を伝えていきます。やっぱり、ね、お金の不安が軽 入れていくとまあ、健康に生きられるんじゃないかなって僕は思っているので、えー、そんなね、えー、知識をどんどん広めていければいいかなというふうに思って、ま、おります、えー、今回紹介した高配当 ETF の VIO についてのお話を Kindle 書籍でね、えー、まとめておりますのでぜひこちらも興味ある方は見ていってください Kindle Unlimited で、ね、見ることができるのでそこに加入している人は無料で見れますそれではまた次回の動画でお会いいたしましょう